都の子育て政策について議論が始まりましたが、各自治体でも新年度予算案に独自の子育て政策が盛り込まれています。今日発表会見を行った墨田区、港区、文京区の子育て政策を見ていきます。まずは墨田区からです。誰もが主役、挑戦、活躍、輝ける街、未来の墨田に投資する予算とし、一般会計は1,268億7,200万円と前年度から 3.4% 増え、過去最大の予算となっています。新年度予算案の中で子育て政策は重点課題の一つとしていまして、墨田区版ネウボラの推進というのが特徴的な取り組みの一つとなっています。このネウラボ、ネウボラ、失礼しました、ネウボラというのはですね、フィンランド語で相談の場という意味なんですが、福祉先進国フィンランドで行われている妊娠から出産、子育てに関する支援とその拠点となる施設を指す言葉になります。墨田区版のネウボラは妊娠前から切れ目のない支援をするとしていまして、将来の出産育児に関わる相談支援から妊娠後には5万円分の出産応援ギフトの配布に加え、妊娠面接のリモート化や出産準備クラスの拡充などを行いまして、さらに出産後にも5万円分の子育て応援ギフトを配布し、宿泊型や日帰り型の産後ケア事業も拡充します。そして1歳児のいる家庭に1万円分の育児パッケージを給付するということです。そしてもう一つ注目したいのが墨田住宅取得利子補助制度というものなんです。どういったものなのか、これはですね、中学生以下の子どもがいる子育て世帯と夫婦がいずれも40歳未満の若年夫婦世帯を対象に、墨田区内の住宅を購入した場合、住宅ローンの利子を年間10万円を上限に最大5年間で50万円を助成するというものなんです。墨田区としては子どもが大きくなって墨田区以外の広い家に引っ越してしまうことを食い止めて確実な定住を目指すために行うということで、金融機関の指定なし、区内全域を対象、また所得制限もなしにして事業を行っていくということです。墨田区の子育て政策の一部紹介しましたが、鈴木さんどうご覧になりますか？墨田区の試みすごくいいと思いますよね。でだけどね、もうとにかく今国政もそうだし小池知事もそうだけど、まあ、まさにこの子どもっていう一つのキーワードすごいでしょ。だけどね、僕ちょっと皆さん整理してちゃんと考えなきゃいけないと思うのは、僕はね、子育てと少子化対策っていうのは僕はちょっと分けて考えなきゃいけないと思うんですね。つまり子育て対策っていうのは今子どもを育てている、そこにいろいろ支援しますよと、これが子育てだけれども、それだったら別に今だけじゃなくて本当に大学卒業するぐらいまでの子育て支援が必要。でも一方少子化対策っていうんであれば社会全体を変えなきゃいけないでしょ。女性が働く社会だとかね、男性もどういうふうに関わっていくかとか、だからこの辺の立て付けをしっかりやらないと、なんか少子化と子育てがごちゃごちゃになってる感じがするので、この辺で一回整理をそれぞれの自治体してほしいなと思いますね。はい、ここまで墨田区の政策を見てきましたが、続いては港区の新年度予算案です。港区は総額1632億円のうち、子育て支援策におよそ150億円を計上しました。港区は今日発表した新年度予算案で、出産費用の助成金の拡充など子育て支援策におよそ150億円を充てました。出産費用の助成金はこれまでより8万円多い、上限を81万円に増額することが盛り込まれました。新たな上限額は区内の産婦人科でかかる費用の平均から算出したということで、出産に対し金銭面での不安感を払拭してほしいという狙いがあります。またその他の支援策として、2人以上の未就学児がいる世帯に年間2万4000円分のタクシー券の配布のほか、全未就学児に対しチーバスやお台場レインボーバスの無料化を打ち出しています。そして23区の子育て支援は他にも、今日文京区も新年度予算案の発表会見を開きました。
これは予算案とは別になるんですが、新たな子育て支援の方針を発表しました。国が行う児童手当の対象を除く0歳から18歳を対象に1人当たり5000円の給付を検討しています。広がる子育て支援、今週は都内の多くの自治体で新年度予算案の発表会見が控えています。自治体の子育て支援を今後もまとめてお伝えします。